メルビン・ギュラードはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。ルイジアナ州ニューオーリンズ出身。アメリカントップチーム所属。アルフレッド・ボナベル高校時代にレスリング部のコーチから総合格闘技の指南を受ける。レスリングでは2002年にルイジアナ州王者になっている。キックボクシングでも活躍しタイトルを2つ獲得した。2005年リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2にリッチ・フランクリン、率いるチーム・フランクリンのウェルター級選手として参加。エピソード2のエディミネーションバウトで、ジョシュ・バークマンに敗れシーズンから脱落するも、11月5日のフィナーレでは、マーカス・デイビスに TK を勝ちし、UFC への継続出場権を獲得した。2006年9月23日、ライト級転校初戦となった。 UFC63 でゲーブル・ウディジャーと対戦し、ボディブローで小勝ちを収めた。2007年は、ジョー・スティーブンソン、リッチ・クレメンティ相手に連敗を喫した。スティーブンソン戦後の薬物検査では、コカインの陽性反応が検出され、ネバダ州アスレチック・コミッションから8ヶ月間の出場停止処分と2100ドルの罰金が課せられた。2008年7月5日、 UFC86 でデニスシバーと対戦し、右ストレートをダウンを奪い、追撃のパウンドで開始36秒 TKO 勝ちし、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2009年9月16日、UFC ファイトナイトディアズ VS ゲヤドのメインイベントでネイサン・ディアスと対戦し、ギロチンチョークで一本負け。2010年2月6日、UFC109 で コニス・トーヘスと対戦し、三から零の判定勝ち。五月二十九日、u f c 百十四でウェーロンドーと対戦し、ボディへの左膝蹴りで小勝ち。9月十五日、u f c 百十九でジェレミー・スティーブンスと対戦し、二から一の判定勝ちを収めた。二千十一年一月二十二日、UFC ファイト・フォー・ザ・トゥループス2でエヴァン・ダナムと対戦し、 TKO 価値を収め4連勝。ノックアウトオブザナイトを受賞した。試合後は、ライト級王座への挑戦をアピールした。この試合は、ケニー・フロリアン欠場を受けての出場となった。2012年1月、ジャクソンズ MMA を離れ、インペリアルアスレチックスへ移籍。2012年8月11日、UFC150 で、元同門で友人のドナルド・セラーニと対戦し、 右ストレートでプロ初の子負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年12月29日、UFC155 で、ジェイミー・バーナーと対戦し、僅差の判定負け。当初は12月15日のザ・アルティメット・ファイター16、フィナーレで対戦する予定であったが、計量後に、バーナーが体調不良を訴えたため急遽中止となっている。2013年3月24日、 自身のツイッターで当時在籍していたブラックジリアンズを離脱し、ジャクソンズ MMA に復帰することを宣言したが、ジャクソンズ MMA に復帰を拒否された。2010年にアルバカアーキで2件の傷害事件を起こしたことが懸念材料になったとのこと。2013年10月26日、UFC ファイトナイトマチラ VS ムニョスでロスピアソンと対戦。反則である、 グラウンド状態での膝蹴りを当ててしまい、ピアソンは、額から出血。試合続行不能とみなされノーコンテストとなった。2014年3月8日、UFC ファイトナイト、グスターフソン VS、マヌワでライト級ランキング14位のマイケル・ジョンソンと対戦し、判定負け。後日、UFC を解雇された。2014年7月5日、ベソフ初参戦となった。 ベソフ11で JZ カルバンと対戦し、パンチと肘打ちの連打で TKO 勝ちを収めた。2014年11月15日、ベソフ15でジャスティン・ゲージと対戦し、1から2の判定負け。当初はライト級タイトルマッチとして予定されていたが、ギラードの体重超過によりノンタイトル戦に変更となった。2016年7月22日、 ベラトア159で薬物検査に失格してカンザス州アスレチックコミッションから1年間の出場停止処分が下されるも薬物構成プログラムを受けて出場停止の期間が6ヶ月に短縮された。なお、カンザス州アスレチックコミッションの規定で薬物名は公表されないがコカイン系の薬物とされている。2018年7月29日、リジン。 11でゴミタカノリと対戦し、スタンドパンチ連打で小負け。前日軽量でギラードは契約体重を 950g オーバーした。ありがとうございます。